ああ、そう、チラシ配りに渋谷に行ったんだけど、フロントセブンの時はこの髪型っていう感じでお団子ツインにしてチラシ配りに行きました。困らない、少し気持ちの整理をしたい。そうなの、大丈夫、病んでる大丈夫かな、心配。困らない、やっほー。まあね、そう、すごい部屋が汚いの。ちょっと部屋を片付けながら喋るね。すごいんだよね、今。本当にすごいです。いつもちもち。イェイ！今日はね、こんな感じの服でした。で、暑くてさ、もう脱ぎたいんだけど。今日暑くない？私の部屋実はさ、エアコンがないのね。エアコンがなくて、エアコンもないし、扇風機もまだ出してないのがめちゃくちゃ暑くて、今死にそう死にそうなんだけど、もう毛穴という毛穴が開き出してる今。いろんな毛穴から汗出まくりって感じ、あっちあっち最近ね、そう、朝風呂にハマってるのね。なんか朝シャンっていうの、朝頭を洗うのにハマってるの。なんか暑くなってきたじゃん、寝てる間にさ、なんか汗かいて気持ち悪いじゃん、朝起きて。だから朝頭を洗うのにハマってるんだけど、今日頭を乾かしてて思ったの。あの、朝お風呂に入るじゃん、で乾かしててもさ、暑いからさ、乾かしてる間にさ、頭の毛穴から汗が出てくるの。だからさ、これ朝入ってもさ、夜入っても一緒じゃないって気づいてしまったもしかしてこれ朝入ろうが夜入ろうが結局汗はかいてしまうから一緒じゃんって思ったの。今日一つもちまるは学んだ。でも朝入った方がさ、寝癖が取れるから、まあ朝シャン派かも今日特報できなくてごめんね。大丈夫だよ、今度お話ししたい。アルタのお顔見たいな。次トークポットするとき、ぜひお電話かけて。駅前で声かけてすみません、自分じゃないです。うん、そうだと思うそう、見た、びっくりした。そう、今日チラシ配りをするのに渋谷でさ、そう、カナたちが来るのを待ってたの。ちょっと早く着いちゃって、他のみんなよりも。どうしようかなって思って、なんか駅前のとこ、なんか人がいっぱい立ってる、多分なんか待ち合わせ場所みたいな感じのとこに立ってたら、急にね、なんかおじさんに、知らないおじさんに声かけられて、なんだろうって思って、何ですかって言ったら、Tinder で待ち合わせした方ですかって言って、いや、違いますって言って、あ、ごめんなさい、でも遊べないですよねって聞かれたから、あ、遊べないですって言って、遊ばねえよって思った。めっちゃ面白くて、なんかツイートしちゃった。そしたらさ、結構みんないいねしてくれて、みんなのこの一日にちょっとでもさ、なんか、そのもちまるのツイートでなんかクスってなってくれてたら嬉しいって思った。もちまるはめっちゃ面白かった面白すぎて悩んだんだけどツイートしちゃった。みんなもなんかわろたってコメントしてくれたりしたから、みんなの今日の一日にね、笑いを届けられてたら嬉しいびっくりした。あとはなんか脱毛のアンケートのお兄さんに声かけられた。いや、めんどくさそうだったから大丈夫ですって言った。窓開けたら涼しくなるので、確かに窓開けるのちょっと立ち上がるのがめんどくさい。どうして、同じくらい大切なバンダイジパンとある夫の子が大泣き、それはよしよししてあげてね、大丈夫だよって安心させてあげて。さやさんイベント終わった、あれ嘘あれ、じゃあ今投票を切りました。涙もろいかな、もう助けてあげたくて。あー、うち声が勘違いされたらね、多分こういう顔の子がいっぱいいるんだよきっと。知らんけど知らんけどね、見たことないから。そうね、でも今日は急に来たよね。でもうちらはさ、ミーティングとかさ、グループミーティングとかでさ、辞める発表とかも聞いてたから、ほんとその時はびっくりしたしさ、えって思ったの、えって思ったし、なんかもうびっくりって感じ、なんか
びっくりって感じ。なんていうか、びっくり以外に言葉にできないくらいびっくりなんだけど、そう、なんかいざさ、なんていうの、発表された、あ、本当だったんだっていう気持ちになって、なんて言っていいか、びっくりだよね。でもなんかさ、いつもこういうツイートって急に来るよね。今なのみたいな感じない？うちもびっくりした。暇でさ、ツイッター見したらさ、急にさ、超大きいさ、超重大なさ、そんなお知らせがさ、ボンって出てて、今って。今かいって思ってびっくりしちゃった。みんなもね、みんなが一番びっくりするよね。うちもミーティングの時にそれ聞いた時、なんかびっくりすぎて、なんか泣いてる子とかもいたんだけど、じゃあなんか逆にびっくりすぎて口がずっと半開きだった。えって、この今後のバンザイジャパンどうなっていくんだろうみたいな。なんか本当にびっくりね。頑張っていかなきゃ。なんかこれでなんか廃れていくのは嫌じゃん。なんかやっぱ4人がやめて、あ、なんか落ちぶれていったねって思えたら嫌だから、さらにもっと上を伸ばして、なんかバンザイジャパン頑張ってるなって思わせられるように頑張りたい。がもちまるも頑張る。申し込まれたらどうする？何申し込まれたんだって。あれか、なんだっけ、トークポートってこと？申し込まれたらお話しするよ。お話以外に何やるの？話ししよう。辛すぎて Tinder やるかもよ。Tinder 始めたらめっちゃモテそう。いっぱいマッチしそうじゃん。わかる？なんか Tinder のなんか人々、 Tinder 界隈の人たちにウケそうな顔してる。知らんけど。うちなんか友達がなんかふざけて Tinder 入れて、どんぐらいマッチするのかっていうのやってたのを横で見てた。すごいマッチしてた。ウケんねって言って消してた、そのまま。いいと思う。本当にちゃんとね、なんか恋人ができる人もいるし、なんかもちろん遊びの人が多分多いんだと思うけど、多分まともな人もいるからいいんじゃない。トークポッドしようとしてた時はだからびっくりした。そうだよね、このタイミングがさ、今かよって。今なんて思っちゃった。おしめの卒業発表って甘酒で与えられない。泣き泣き。でも内丸はそう、辞める時になんかいっぱい悲しんでもらえるくらい愛されるアイドルでいたいと日々思う。おもしちゃん偉い丸ある。Tinder 赤い。みんなやったら、逆にさ、みんな入れてみてよ。で、どのぐらいマッチしたか教えて、気になる。女の友達が言ってたからさ、女の子側の画面を見たことあるの。なんかいろんな男の子の写真が出てきてみたいな。見たことあるんだけど、逆に女の子、どういう女の子がいるのか見てみたい。からやってみて。今、ティンダにモテなくてもいい。まあ確かに、そこでモテてもね、でって感じではある。前髪変じゃない？ピッ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 タン。今日楽しかったチラシ配り。チラシ配りしてさ、うちハッピーセット行ったの、みんなで。ハッピーセット行ったのじゃなくてマックに行ったの。ハッピーセット買った、みんなで。ちまるはね、本当はキティちゃんが出たんだけど、マイカさんがキティちゃん推しだから、マイカさんが前メロ出してて交換してもらった。かわいい。でもこれ何をするおもちゃなのかあんまりよくわかんないけどね。点線に沿って折りたたもう。花をトレイに乗せて水をかけよう。花が開くよ。濡れた花は乾かすとまた遊べるよ。マイメロディ花を咲かせよう。あ、これ水がないと遊べないんだ。水がないと遊べないって。なんかでもこれに水をかけるとお花が咲くらしいよ。今度やってみよう。手持ちの卒業100年後だからまだずっと上できる。100歳、121歳で生きてるかな。生きて
てるか、生きてても踊れるかな。もう椅子に座って踊ってるかもしれない。じゃあ椅子に座って踊ってるじゃないや、椅子に座って歌ってるだけかも。ブイブのおばあちゃんでね、何歌おうかな。もうゆっくりな曲しか多分歌えないよ、その時は。あのシネマとか多分もう舌が回らなくて歌えない何歌えるかな。この花とか歌えるかな、ギリねえ、もう椅子に座って歌ってるばあちゃんになってるかもしれない。もし Tinder 女さん、そう Tinder の待ち合わせの人と勘違いされた、びっくりした。いや違いますけどってビビるわ。なんかすごいこっち見てきてさ、なんか画面とこうなんか確認しながら見てる感じでさ、なんかあすいませんみたいなの来たから、何って思ったら Tinder の待ち合わせの人ですかみたいな、ちげえよってうん、びっくりした。面白かった、今日一番面白かった。慰めてください。もちまる、そんな慰めるほどのパワーはないけど、まあでもね、なんだろう、たまにあるじゃん、こうなんか急にいなくなる子、もう今日でさようならみたいなそういうのじゃないだけいいんじゃないかなと思う。ほんとたまにいるじゃんね、なんか急になんか実は今日が最後でしたみたいなこととかさ、なんか揉めたりしてさ、もう今日で最後ですみたいな、ツイッターでさよならバイバイをする人たちいるじゃん。かそういうわけではないから、まあ、まだあゆみさんはあと1ヶ月ちょいくらいで、ジュリアさんとかあの辺はメイさん、レナさんは7月末だから、まあ短いけどまだ会える期間があるから、会える期間を最大限こう自分に悔いがないくらい応援したらいいと思う。多分なんかさ、不完全燃焼で終わるとさ、 あの時もっとなんかいっぱい行けばよかったとか、もっとお話しすればよかったってなるじゃん。それが残らないくらいもう会いに行って、もう今とにかく愛を伝えたらいいと思う。オタク的目線、もし自分があんまり自分の推しはさ、まあ、韓国とかだからさ、あんま韓国のアイドルって途中でやめたりしないからさ、あんまりなんて言うんだろう、そう推しの卒業を経験したことがないんだけど、あんまりいいことが言えないんだけど、いつね解散とか なるか分からんやんって思いながら推してるんだけど、やっぱ自分に悔いが残らないように日々応援すること。ライブ、例えば日本に来ますってなったら、どうにか行けるように頑張ったりとか、CD が出ました、CD を買ってみるとか、推しに少しでも還元するというか、もう自分、自己満足でもあるけど、最大の、自分ができる最大の愛情を推しに注ぎながら生きる、それが今できることだいいこと言うやん、本当にいいこと言えてた。でもそう、まだね今日でバイバイではないから、まあ、会える日をね、まあ、自分で探したりとか見つけてね、なるべくいっぱい会いに行こう。卒業発表から卒業までが短かった気がする。そうそうそう、だからそういうのに比べたらって言ったらちょっとあれだけど、そう短かった子もいるじゃん。例えばニアちゃんとかはさ、もう1週間前くらいにさポッて出て、あと3回しか会えませんみたいなさ、急にバイバイみたいな感じだったじゃん。そういうのに比べたらまだ1ヶ月とか何ヶ月も残ってるから、うんね、悲しいのは悲しいけど、まだ良かったと考えて最大限に推しを愛そう推しに愛を注ごう、それが大事だ。みんな元気を出して、まだ会えるチャンスはいっぱいあるよ。だってワンマンもあるし、ジャコブ東京もあるし、台湾ライブもね、4月は正直言ってあんまりなかったかなって思うけど、5月はね結構いっぱいあるよ私お休みないやんと思って、いつ美容院入れるか迷ったくらいガチで毎日いっぱいライブあるから心配しないで、いっぱいあるよまだ。
からね、自分で来れるところを見つけて会いに来たらいいと思うよ。こんな感じでいいこと風を言おうとしているもちまるでした。目標を持って卒業が一番有名。そうそうそう、なんか別にさ、つながり解雇とかさ、そういうなんかあれじゃないじゃん、契約違反でとかで辞めたんだったらさ、ちょっとあーってなるけど、自分のなんかやりきりましたって言って辞めるっていう風に、結構理由もちゃんといい理由というか、うん、いい理由だと思うしね、おしめの背中をポッて押してあげたらいいと思うな。初めまして、初めてではないけど、15分経ったから個人ルームに行こうかな。個人ルームでは部屋を片付けたい。まあすごい部屋が汚ない、ね、ちょっと暑いからさ、パジャマ着ていい？暑いからちょっとあのパジャマを着させていただいて、次は多分パジャマで登場すると思う。パジャマっていうか T シャツだけど、このワンピがね、あ、暑いだよ、暑いのでちょっと着替えます。39日もちろちん黙ってライブ行った気持ちもどっちか迷って、でもそれはねいいよ、全然持ち丸気にしてないし、最後はね一応選んで正解だと思う。逆にその時に持ち丸で予約して、やっぱあの時その予約じゃないで行けばよかったなーってなったらさ、なんか嫌じゃん、一生さ後悔するじゃん。持ち丸はまだやめないからね、持ち丸予約はまだいつだってできるからね、からそこはね気にしない方がいいと思うよ。持ち丸まだやめないからね、まだいるからね。まだやめないからいつでも会いに来て。ということでちょっとお着替えして個人ルームに行きたいと思いまする。次はちょっと部屋を片付けさせてケロ、服を着替えます。暑いから半袖になる。じゃあ、持ち丸でした。明日の足軽ルームは誰だろう。知らない知らないけど、また明日違う子が配信するよ。今日はこの後個人ルーム。じゃあバイバーイ。すぐ始めると思うからまだいなくならないでね。